おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日もドラゴンクエスト4導かれし者たちトルネコ編やっていきたいと思います。前回はですね、なんかこの橋を直すおじちゃんをね、狐の女の子に騙されてたんで、まあ狐の女の子っていうか女の子に化けた狐にね騙されてウハウハやろうとしてたんで、ちょっとね狐に犬をけしかけて助けてあげました。したらまず橋が渡れるようになったと。そしたらですね、あの右上に見えてるね、なんか栗乗せてるみたいなお城の王様が戦争仕掛けろわっつうから、なんかその息子がね多分なんか手紙託してくれたんで、その手紙を運んでる最中です。まあ、皆さん私の説明でね何て言ってるか分かんないと思います。なぜなら私は今日二日酔いで頭がめちゃめちゃ痛いから。まあただ吉野に見ていってください。なんか多分ねトルネコが頑張るはず。行くぜ。でちなみに今から行くお城はね、アリーナ姫が多分ね行ったお城のはず。アリーナたちがここまで来た。なんならライアンもいた。やっぱそうだよね。ようこそ防具の店へ。おお、なんかいろいろあるよ。鉄の前掛けとかどうなの？買えるやん。鉄の盾いけるやん。ちょっと後でやろう。違う。なんかあれだ。戦争が来るから、戦争が始まっちゃうから、急がないと。ね、知ってる？この前お城で武術大会が開かれたのよ。そう、知ってる。アリーナ姫のやつやろ。知ってるで。なんならライアンもいたよね。どっかにさ、ライアンがいたんだよ。夜だけ。アリーナの時に会った。だが、お姫様に手紙を渡さないと。まずは、あなたがお姫様ですか？レイクナバからいらしたの？まあ、それでは壊れていた橋が修理されたのですね。せやねん。王子の手紙見せますか？どこから使うを選んでください。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかはい、すいません。王子の手紙使う。トルネコは王子の手紙を読んだ。愛するエンドールの姫モニカよ、君のことを父に話せぬまま幾日も過ぎてしまった。しかも恐ろしいことに、父は君の国エンドールに攻め込むつもりらしい。そうなる前に何とかしなくてはならない。どうかこのことを君のお父上にお知らせして。てんてんてん。まあリクタラ、早くお父様に知らせなくては。お父様、すぐ横おるから多分大丈夫よ。気にしないで大丈夫よ。わしの可愛い娘モニカよ、話を聞かせてもらった。なんて話ができるおっちゃんなんだ。キレッキレだ。しかし心配はいらぬぞ。トルネコと申したな。この手紙をボンモールの王に届けてはくれぬか。俺のこと郵便配達員か何かと勘違いしてますか？もしかしてまさか、くれぐれも頼んだぞよ。まさか俺のこと郵便配達員か何かと勘違いされてますか、王様。いや、いいですけれどもね、別に。やりますけれども、なんかまあ。だからね、ウォーキングしたらダイエットになるかもしれないし、やりますけれども。なんか報酬はたっぷり弾んでくださいよ。行きましょう。電書バタ扱いされて、トルネコさんもおこですよ、今多分。激おこです。さあ、そしたら帰ろう。なんかここら辺の敵めちゃめちゃに弱いから、すんげえ戦いやすいんだけど。なんならトルネコの戦闘力がないから、信頼されてないのかもしれない、敵にも。出てくんな、お前。目の前城だわ。目の前城なのに、城の一歩前で道具を売るな。やめろ。王様、なんか王様から王様に手紙があるってよ。こんにちは。さすがドンガーで、やってきた途端橋直していきよった。あ、そうだった。道具を使わなきゃいけないんだ。王の手紙使う。トルネコは王の手紙を読んだ。親愛なるボンモールの王よ、突然だが話を聞いてほしい。どうやらわしの娘モニカとそなたの息子リックとか愛し合っているらしい。すぐにとは言わぬが、二人を結婚させたいと思うのだが、エンドールの王より。ピピーン。なんとそういうことであったか。いずれ我が息子リックがエンドール王の娘婿になるなら、リックが次のエンドール王じゃ。そうだね。何も攻め込まずともエンドールは手に入るではないか。ああ、よかったね。早速、使いのものを出すので、そなたは下がってよいぞ。ありがとうございます。なんか、終わったようです。確かにね、攻め込まずに手に入るなら一番だし、なんならね、二つの国、この距離にあるけども、なんか、どうせ結婚するなら一つの城とか真ん中に建てたらええんちゃう。それでええんちゃう。あ、夜になっちゃったから、もしかして王様に話しに行けないとかある。どっかで寝よっか。え、ビアのマークがあるよ、ここ。酒場？気づかなかったけど酒場やん。
ライアンさん、私はバトランドの戦士ライアン。私の探しているお人が武術大会にと思い来てみたのだが、すでに武術大会も終わりカジノも休み。ライアンさん、あなたは夜にだけ現れる人なんですか？ね、アリーナの時もさ、ライアン夜にいたよね。なんか夜に出てきてた気がする。ちょっとお休みのカジノで一人歩いてるライアンさん、ちょっと不気味ですよ。へえ、エンドルに金儲けに来たのか。この町にはいろんな儲け話があるからな。自分でよく考えて一つずつこなしていくことだな、ヒック。わかりやした。じゃあとりあえず一旦まず寝て、王様に平和になるよってこと伝えないとね。まあ、まずは平和が一番ですから。おはようございます。では行ってらっしゃいます。ありがとうございます。行ってきます。ゴー。王様、平和になったよ。やばい、二日酔いでお目目がシパシパする。わかりますか皆さん、体内の水分が全部なくなってる感じ。王様、てかやっぱこっちの後ろの方が豪華だよね。じゃああっちの後ろ俺にくれてもええんじゃね。おお、トルネコよくぞ戻った。すでにボンモールより知らせを受けているぞ。そなたの働きのおかげじゃ。え、約束通り店を出すことを許そうぞ。そんな話してたっけ。待って待って、そんな話してた。トルネコよ、これからも世のため人のため商売に精を出すのじゃぞ。そしてもし店を出したならわしに知らせるようにな。待って、何の話マジで急になんか何の話だよ。アスレリックとの結婚許してもらえるなんて夢のよう。心から感謝。待って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 、何の話だよ。え、店を出していいの俺は。どこにどこに、なぜ、何の話これマジで。急にすげえ話になったんだけど。いや、どこに出していいのこれ。このここに、え、ここ、もしかしてトルネコ縦筆読んだ。武術大会を優勝者アリナ姫、ここじゃないかさすがに。え、どれどれ、何何、どこに店出していいの俺。え、なんならここか。見回りも楽じゃねえぜ。酒場にでも行って一杯やりてえな。え、どこに店出していいの。え、この右下のやつ。いや、せめて店出させてくれるなら大通り沿いがいいけどさ。え、マジでどんな感じなんこれ。ここの話。あ、そっか、ここは開けれないか、トルネコじゃ。え、待って待って、ね、店出していいって何本当に。え、これ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 が俺の店になるの。え、これ俺の店になりそうじゃない。誰もいないし、あー、いたわ。おじいちゃん、え、下の店休みかじゃと。あ、わしももう年でな、この店を売ってその金で隠居でもしたい。35,000、高いよ。そうか、残念じゃな。あ、値引きとかできないやつ。え、じゃあ買うか。それだけの金持ってない、年寄りからかわぬように。待って、今から俺35,000ゴールドも稼がなきゃいけないの。死んじゃうって、そんなことやったら。トルネコ手紙読んだ。そろそろ店を畳んで私たちと一緒に暮らしましょうよ。お父さん一人だ心配だわ、娘より。え、マジでもさ、35,000あったらこの家が買えるんでしょ。え、この家じゃない、店。なんか先に王様の許可をもらうってよくわからない動きをしちゃったんだけど。洞窟などにはまだまだすごい宝があるらしい。恐ろしい怪物も潜んでいる。5日間400ゴールドでこの俺を用心棒に雇わないか。いや、不要です。一人で行きます。トルネコさん舐めないでください。私を舐めるなよ。なるほど、洞窟に行けばいいんだな。宝があるんだきっと。売ればいいんだそいつを。え、なんか鋼の鎧なんて持ってんだけど俺。あ、装備できないんだ。鎖片びらも、あ、装備、あ、下がるわ。絹のローブ、鎖かま、まあいいか。とりあえず洞窟行こう。え、どこの洞窟行ったらいいの。左の方に行ったらさ、アリーナの冒険になっちゃうから右の方行けばいいんじゃない。明らかにこれやん。これ以外の何者でもないわ。お前だろ絶対。僕が洞窟ですみたいな顔してた今。東にあるという港町に行くためこの洞窟を掘り始めた。船を手に入れて世界中の宝を集めるのが夢じゃった。洞窟を掘るためのお金が底をつき、わしも年を取った。あと6万もあれば再開できる。高えって、みんな待って、高い、本当だもん、道埋まってる。え、待って、店の開業に35,000で洞窟掘るのに6万。おい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 、ここかな、こっちかな。おいおいおい、6万はおめえさん無理よ。世の中そんな甘くない。お、イカダがあるよ。いやー、びっくらポンですわ。マジですか。敵はすげえ弱いって言おうとしたけど、サンドマスター強いわ。え、待って、強い強いよ強い。知らんかった、こんなやつがいたのか。これ、そっか、アリーナの時に戦ってたね、サンダーマスターはね。
今までトルネコ激雑魚激雑魚モンスターとしか戦ってないから、待って、落ちちゃう、ああ落ちちゃった、これもうトルネコダメやん、ナムのやつやん。え、大丈夫、こんななんかユニバーサルスタジオジャパンのなんか名前忘れたけど、すごい滝のアトラクションみたいな落ち方して大丈夫トルネコ。さあ宝箱があるけど、なんかお水張らないとダメっぽいけど、その前になんか敵すんごい強そうなんだけど、エレフローパー、あ、エレファントとタッコが、頼む5ダメージとかはやめて1ダメージだった。こんな見た目してんのに君1ダメージしか出せんの、めちゃ可愛いやん、仲良くできそう。えい、なんかトルネコの時の敵弱くない？アリーナの時とかめちゃ苦労してた気がするんだけど、そうでもないかな。まあでもトルネコ一人だからな、なんかアリーナ3人いたから、そらそうか。レベル6、鷹の目の呪文覚えた、41ゴールドいいじゃん。鷹の目ってなんだっけ、宝箱わかるやつ。トルネコ宝箱調べた、あ、キメラの翼だ、やった。ほんほん、どうしたんすか、またこの洞窟どうなってんだ、宝箱が取れないじゃねえか。本当ですね、取れないね。うわー、ハエ男パイセンが来た、優先的に葬ろう。もうこの羽音二度と聞きたくないと思ってたけど、6ダメージも与えてきやがる、やばい、ハエ男普通に強い、普通に強いぞこいつ、頼むこれで倒して、やばい、やばっす、やばっす、やばっす、ちょっとハエ男パイセンが、やばい、ここで攻撃したのはミスったかもしれん。トルネコが身をかわしていく、どうしちゃったんですか、こんなところで身かわしちゃったんですか、そんなことできちゃうんですか。あ、お弁当食べよう、オーケー、やぶねー、トルネコがギリギリのところで身をかわして生きながらえた、いやー、できる男すぎる、やばくないですか今のトルネコ、危ないっつって、ここをかわさなければ死ぬ、ドクンドクンつってひらり、やるやねえか、やるやないか、お前薬草食べといてええよ。でも待って、薬草もうないから、もうこれ終わったかもしれん、この洞窟もうこれダメかもしれん、これあのマッチョのお兄ちゃんと一緒に冒険したい、無理だ一人じゃ、ハエ男がちょっと強すぎる、呪文とかないんだよな、待って逃げたい、逃げ、おー、逃げてきた、危ね、よかった。ハエ男は無理だわ、あいつ強すぎる、2回攻撃せんと倒せんし、どっかでさ下に水を流さなあかんのよねきっとね。ここは何、なんかイカダとかがあったらいけそう、もしくは下に水を流したらいけそうだったね今んとこね。吸血コウモリさんの攻撃食らいながら、これさどうだろうね、さっきのお兄ちゃんさ、なんか400ゴールドで俺雇ったらみたいなこと言ってたけどさ、雇った方がいいかもしれん、結果的になんか400ゴールドぐらいさ、いっぱい敵倒したらね、なんか道具を落としてそれ拾って売ったらどうにかできそうだし、一人でこの洞窟はちょっときついかも、敵が強いわ。ってことで帰りたいんだけど、どっから帰ったらいいのこれ、あ、何これ、押してみますか、はい、おー、なんか何かが起きてる、あ、水位が減ったけど、ちょっと待って、違う、帰りたいんやって、俺帰りたいの、魔物の群れいきなり襲いかかってきた、やめてよ、3ダメージも意外とチクチクなったらチクチクするんだよ、やばい、これはこれやばいっすね、これ良くないよ、これとっても良くない、これとっても良くない展開だよ。いや、どうしよっかな、リレミト使えないし、これちょっとやばいかもしれん、トルネコパイセンやばいかもしれん、なんか鉄の金庫があるから全滅しても半分しか減らないみたいなこと言ってたけど、今3000円ぐらいあるから1500円ぐらいなくなっちゃうよ。あ、でも鉄の鎧とかやっぱ落としてくれるね、いいアイテム落とすな、敵、ちょ待ってね、帰れないねこれ。呪文、忍び足って何、あ、待って、忍び足ってさ敵に見つかりにくいやつじゃない、鷹の目は近くにある町や城の場所確認、忍び足は魔物たちに見つからぬように歩ける、初めから使っとくんだった、
そして鉄の槍、待って今装備してるの鉄の槍だった気がする。あーレベルは上がらん。あれちょ忍んでなくない？いきなり襲いかかってきてるやん。全然忍んでないよ。なんならなんか相手が忍んでたまであるよ。いやーこれはもうナムだね。ちょっと諦めろ、これ反省しよう。すいませんでした、調子に乗って申し訳ありませんでした。まだ死ぬ時ではありません。命を与えましょう。あそういえばさ、ライアン編でも一回やられたしさ、あのアリーナ編でも一回やられたしさ、毎回一回やられてるね。あれしかもなんかそんないろいろ失ってないかもしれんし、なんなら袋の中に薬草あったわ。じゃあ一回キメラの翼でエンドールに飛ぶやん。でよいしょ。でさ、まずはあのダンジョンをちゃんと攻略しないといけないから、まずいらんもんを売ります。ちゃんとまずはこういうね。えってかめっちゃお金稼げるくない？どんどんお金増えるよ。鉄の鎧900ゴールドとかやばいじゃん。まあちょちょちょ、それは売らない、なぜなら残りが少ないから。鉄の槍売って絹のローブ売って、革の盾打って鉄の鎧も売るとだいぶいいんじゃない。逆にさ、逆に鉄の盾とか買っとくか。鉄の盾と鉄の前掛け買ってさ、でなんかさ、雇えばいいんだろうけど、さっきのあの人雇った時のさ経験値がどうなるかが結構正直気になったりはするんだよね。なんか雇わずに行けるなら雇わずに行くに越したことない気がしないでもない。経験値分散とかされたくないから。正義のそろばん、ホーリーランス。いやただ鉄の槍もちょっと売って、ただあれだな、思ったけどやっぱ何度も行くのもめんどくさいから、君一緒に行こう。5日間400ゴールド行くぜ。スコット Here we go。 用心棒デカレを雇い、薬草をたんまり買い込み、あの洞窟にある全ての宝箱は開け。よし、そうしよう、そういうムーブを行おう。薬草ください、9個ください、袋入れときます。木の帽子、お、トルネコ守備力上がる。そしたらなんか多分革の帽子が売れるから売って、よし行こう。もう準備万端すぎる。これはもうやばいよ、これもやばいよ。あの洞窟制覇しちゃうし、なんなら敵とかめっちゃ倒しちゃうし、レベルも上がっちゃうし、なんならアイテムとかも超手に入れちゃうよ。もう今のトルネコは金の力でいろんな装備を買いまくった超課金プレイヤーだからね。いわゆるね、この後ろのスコットが多分無課金プレイヤーだと思うんだけど、今のトルネコは超課金、ハイ課金プレイヤーだから。さあそしたらさ、前回、そうそう前回ね、お水を抜いたから、え、ホーリーランスとか入ってたんだけど、やば。ここはどこに通じているんだい。あーなるほど、じゃあね、いいね。ちょっと待って、降りれないのこれ。え、これ違う？ああ、合ってた、合ってた、よかった。もうお前ら怖くないぞ。ハイ課金プレイヤー、トルネコさんをバカにするなよ。てか、スコット HP やばくね？ああ、でも13ダメか。そんな高くないね。待って、スコットがマジで強い。やばすぎる。400ゴールド、たった400ゴールドで、これはやばいよ、この男。化け物やん、ライアンより強いわ。70の経験値、しかもなんか経験値別に分散されてるからないかも。やばい、スコットさん、なんならトルネコがこんな装備買わなくてもよかったんじゃないかってくらい本当にやばい。めちゃめちゃに強い。やばすぎるこの男、全てがトルネコをはるかに上回ってるんだけど。もうハエ男とかやばいよ。
配下金プレイヤーのトルネコがどうこうとかじゃなくて、スコットがやばすぎて、強すぎるよスコット。しかもたった400ゴールド、これで4000ゴールドとかならわかるけど、たった400ですかスコットさん。いいんですかそんな。あとなんか防御力はそんなないのかな。いやてか十分だね、2人いるだけでめちゃめちゃやりやすいし、しかもなんか普通にゴールドもう94とかもらえちゃってるし、今空っぽだった。おいお前か、さっきよ上から水が溢れてきて溺れるとこだった。おかげで宝箱取れるってわけだかな。お先にな。どうやって帰れんだお前。これも空だったら今すぐお前を八つ咲きにして宝を奪ってやる。え、許されないのそれは。おいおい、魔物に倒されたことにしようよ、魔物に倒されたことにしよう、それはやめよう。エレフローパー、よいしょ、えい。あースコットは強いのにトルネコじゃワンパンでこのエレフローパーを倒せない。クソ、さっきのあのマッチョの おっちゃんを八つ咲きにして宝箱を奪いたかったんご。これさ、もう一個上のフロアに行きたいんだが、どこから行けたりせんのかい。お、ポイズンリザード。なんかさ、めっちゃ身構える前に襲ってこのさっきから。どうしたん、みんな先制攻撃するやん。やめな、そういうのよくないよ。ただでさえこっちのおじさん二人組足遅いんだから、やめてそういうことすんの。いやでもいいね、すげえ安定するわ。なんならスコットめちゃめちゃ HP 減ってるように見えるけど、まだトルネコとほぼほぼ同じだけの HP があるもんね。元が高いんだよな。ははーん、ははは。じゃあ一回こう切って、一回ぐるっと回って下、あ待って、あ忍び足とかあったね、そういえば完全に忘れてた。待ってこれ俺さ、動き方間違えたせいでさ、ここのフロアの他の宝箱、あこの下いける、あいけるのか、よかったよかった、やった760ゴールド、いいじゃないですか。大鶏。やめときな、スコットさんの前に出てくるのやめた方がいいよ。スコットさん400ゴールドで戦ってくれるすげえ優秀な人だからって思ったら寝たわ。おやすみ。おはよう。ああ、こんなところに人骨が。以前にもこうして他の商人の用心棒としてこの洞窟に来たのだが、その時は宝など何一つ取れなかった。本当ですか、じゃあ私が頑張らせていただいてるというそういうことで合ってますか。毒消し草、キメラの翼。ただなんかあれね、めちゃ宝箱あるやんとかって思うけどさ、超絶いいもの入っとるみたいなわけではないね。なんかあのライアンの時の覇者の剣は感動したんだよな。そして敵が結構強いからレベル上がりそうなもんだけど微妙に上がらんね。スコットに薬草使おうかな、38しかないし。ボスとかいるのかな、念のため薬草使っとくかね。なんか急にやられちゃったら困るし、パーティーだからな俺たちは、金お金の関係とはいえパーティーだから。お薬草、おなんか薬草使ったら薬草出てきたんだけど、あここは通れないんだ、なるへそ。ただまあこっちから行けばいいだけか。ただ今この左登ってもあんま関係ないんだよね。もうそしたらなんか先進もうか、洞窟の多分もう通るとこないと思うんだよな。おレベル上がっていく、いいね。スコットのおかげで敵をめっちゃ倒せるからレベル上がりやすいけど、なんだ宝の匂いを覚えたって言ってる、何それ。宝箱の残り確認できる、このフロアにない、いいじゃないっすか。トルネコさんすごいですね、匂いを感じ取って。大丈夫ですかこの水のとこでもいけますその能力。おし宝箱ない、次進もう。やばこの能力便利すぎるマジで、えやばくない、一生これ使ってられるんだけど。行きましょう。あメタルスライムが来た、これは勝ちたい。スコットを連れているから手数が一つ多いよ。スコットさん会心の一撃とかおなします。ダメだこいつらやる気ね、メラは後でどうとでも約束してやるからお前らダメージ与えてくれ。1ダメージ、1すら出んマジ、メタルスライムちゃんが強すぎるよ。あ1来たようやく。スコットさんおなします、1
やばい。あー、それ逃げちゃうよね。3ターンもやってたらね、ただのメラを食らう人やん。なんかあそこってま点点点って言ってた。さすがにメタルスライムを逃したのは責任を感じてるのかい。君1ダメージも出してないしな。さあ、そしたら、え、やばそうなんだが、何が手に入ったの。銀の女神像、やばそう。すげえ高く売れそう。2億とかで売れそう。いいね、なんかめっちゃサクサクいってるよ、おかげで。スコット強い、本当にやばい。スコットさんの頼りのなり具合がやばすぎる、本当に。さ、そしたらもう帰ればいいのかね。もう宝箱ないしね。帰ろ帰ろ、サクッと帰ろ。でもさ、スコットって4日間雇えるわけでしょ。あ、逃げ出しちゃった。4日間雇えるわけでしょ。なんかさ、一生洞窟の中にいたらいいんじゃない。したら非進まんや。一生スコットとレベル上げできる。そんなウハウハな展開あっていいのかな。メタルスライムとかもいるからさ、よりレベル上げしやすいと思うんだよな。まあいっか、とりあえず。そしたら銀の女神像を手に入れたし、下の方とかも行ってみよっか。スコットいるうちに行けるとこ全部行ってみよう。急に弱い敵になった気がする。あ、そうだよね、君ら弱いよね。洞窟の中がな、めちゃめちゃ強かったね。そうやって考えるとね、明日は何もないんだ。じゃあ逆にさ、アリーナとかがいた方に行ってみる。せっかくだし、キメラの翼買えばいいし、出先でよいしょ。そういえばアリーナもどっかで旅してるはずだよね。今ね、王国の人が全員いなくなっちゃったから。よいしょ、いいね、いい感じですよ。スコットがいるのマジで助かるか。こっちか。あ、そうそうそう、ここここ通った通った。戻れないのかな。前はライアンここにいたんだよね。あ、シスターこんにちは。遥か世界の果てに天空の剣というものが眠っているそうです。もし悪しき心の者がその剣を手に入れたら世界は滅んでしまう。あー、ここ怖すぎる。おや、ここで働きたいのですか。この通り私一人で人手は足りていますよ。ワンオペだ、ワンオペおじちゃんがいる。こんにちは、止めてください。意外と3万貯まりそうじゃない。え、待って、スコッティが、あー、危ねえ、いなくなったかと思った。絶対まだ4日経ってないやんお前、とかって思ったらちゃんといてくれた。ここさ、戻れ、え、いけんじゃん、やば、やばない。え、あ、ただここ通してくれないんだ、なるほど。ここはサンタハイムの国、よそ者通すわけには床に戻られるがよい。わかりました、すいませんでした、お邪魔して。え、じゃあ何、俺は3万円貯めなきゃいけないの。洞窟の中で貯めるのがやっぱ一番コスパ良さそうだよね。なんか、あ、洞窟の中の敵結構いろいろ落としてくれてた気がするんだよな。洞窟行くか、もう一回スコッティと一緒に洞窟行くか。なるほどね、お金貯めんのか。トルネコ編はお金を貯めなきゃいけないんだね。なんとなくトルネコ編でやることが見えてきたよ。でもさ、3万円出したら自分の店がもらえるわけでしょ。自分の店っていうことはさ、個人事業主だからいろいろ経費で買えるわけでしょ。ってことはさ、収入が売買ゲームで増えていくのでは。税金取られないから。あ、ドラクエに税金とかいう概念ないわ。いや、この世界で承認したいな。あの、現実世界の自分がやっている仕事の知見を生かしてナロー小説物語みたいなやつができそう。あんまりナロー物語読んだことないけど、なんかおすすめのナロー漫画とかナロー小説とかあったらコメント欄で教えてください。ナローってなんでナローなの、あれ。さあ、スコッティとトルネコでなんかちょっと頑張りたいんだが、どう、これ、この方法って効率的なのってか、他になんかないのかな。吸血コウモリが吸血してくるよ、やめてくれ、吸血すんのやめて。エレフローパーに
こんなでかいやつに身をかわされるとかある？なんか殴ってくる。なんならこの吸血コウモリはどのぐらいのボリューム感なんだろうね。サイズはめちゃでかいのかな、それとも超ちっちゃいのかな。私が想像してるコウモリレベルなのか。でもなんかあの画面に表示されてるエレフローパーとの比較で見るとめっちゃでかいけどね、あいつボリュームやばいよ。ああ、早男だ、許さん。お前はまだ俺に何もしてないかもしれないけど、俺はお前のその種族を許さん。絶滅させてやる。人間って怖。トルネコ、いやーキレッキレですね。正義のソロバン、ソロバンで殴ってますから。トルネコさん待って、それは商人の風上にも置けないのでは。サンジが料理人だから俺は手使って戦わないみたいなこと言ってんのに、トルネコは商人なのに正義のソロバン使って戦うの、ちょっとダメじゃね。ちょっとそれ間違ってないってことでですね、なんかこれだいぶなんかお金稼ぐゲームになっちゃってるみたいなんで、一回稼ぐわ普通に。次回どうしよっか。あ、鋼の剣、それか。一回帰ってみる。いや多分お金3万円も絶対足りないから、ちょっと頑張ってお金めっちゃ稼いで、次回そのなんかお金稼いだ後でちょっと皆さんと出会っていけたらと思います。ってことで本日の動画はここまでします。次回もちょっとお金稼いでおきます。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフ祈っております。豆腐でした。バイバイ。